皆さん毎度大きにゆずきゆかりです。はいどうも、バレンタインデーは私の手作りチョコをゆかりちゃんにプレゼントしました。いたこです。ああ、そういえばお前なんか私に渡してきましたね。ゴミにしか見えなかったんで生ゴミって捨てましたよ。せっかく私の愛情を込めて手作りしたチョコレートだったのに、なんで食べてくれなかったんですか。食べたら幸せになれましたのに。幸せってなんだよ。お前のことだから絶対なんかヤバいもの入れてるだろ。んなもん誰が食うかよ。あ、もしかして私の血が入ったチョコとか髪の毛が入ってるとか思ってませんか。そんな気色悪いもの入れるわけないじゃないですか。クソキツネのくせに変なところで常識的になってんな。ちょっと眠くなる薬を入れただけなんで、ゆかりちゃんが夢の旅に出てる間に楽しいことが起こるだけですよ。どこが楽しいことだよ。やっぱりあのゴミは捨てて正解だろ。まああの薬はまだ残ってるんで、欲しくなったらいつでも言ってください。なんかやべえ薬にしか聞こえないからやめろ。というわけで今回はどこに行くかというと、前に会津の武家屋敷行きたいとか言ったじゃないですか。あそこに行きます。あそこって言ってもどうせ再生数稼げないから動画撮らないで行くとか言ってたくせに、結局動画撮りながら行くんですか。まあ傾向を見てると明らかにオタクショップ巡ってる動画の方が人気ありますけど、よくよく考えたら私たちのチャンネルって別にホビー系のチャンネルじゃないですからね。オタクのおっさんがあちこち行くのを動画にしてるってだけなんで、別にいいやって思って結局撮りながら行きました。まあ私的にはうるさいところより自然とか静かなところの方が好きですしね。それでは今回もゆかりちゃんと張り切っていきましょう。あと今回は武家屋敷以外に孤独のグルメで五郎ちゃんが行ったドライブインとかアイス牧場ってところも行きます。五郎ちゃんがドライブインで焼肉定食食べて名物のゾウリパン食べてましたね。量が多いって話だったので、この日は朝食を抜いてゆかりちゃんだけで我慢しました。朝食を抜いた分ちょっとゆかりちゃんに激しくしてしまいましたが、ゆかりちゃんも意外とまんざらではなかったですね。むしろ朝食抜いた方がゆかりちゃんは良かったですか。食っても食わなくてもお前の場合変わらねえだろ。変なもん食って食中毒にでもなった方が少しはおとなしくなってくれないですかね。左に道の駅バンダイ見えてきましたね。ここって動画にはしてないですけど、食事が量多くて安くて、福島来たら昼食は大体ここで食べてますね。10回ぐらいはここで食べてるんじゃないですかね。今回は五郎ちゃんのところ行くんで寄りませんけどね。あとここの売店ででかいガンダムの模型的なやつ飾って、ガンダムのプラもいっぱい売られてるんですよね。バンダイとバンダイをかけてそういうのがあるみたいですね。今結構ガンプラ品薄してるじゃないですか。ここは割と置いてあるんで、結構ガンプラの穴場だと思うんですよね。最後に寄ったの確か温泉娘のステッカーもらいに行った時ですけど、あん時はまだあったような気がします。ここはちゃんと信頼の置けるところから仕入れてるんですかね。前の動画でプラモの問屋が転売に加担してる疑惑あるって話もしましたしね。ちゃんとあるところにはあるんで、やっぱそういうことなんですかね。飯盛山まで来ましたね。飯盛山といえば東北の学生の修学旅行先の定番ですよね。私は中学生の頃来た記憶ありますよ。お前の中学生時代ってその頃からおつむの中身あんまり成長してねえだろ。自慢じゃないですけど、その頃はその頃で、幼稚園児から頭の中身成長してないだろって言われてました。マジで自慢じゃねえな。あと修学旅行の定番といえば木刀ですよね。皆さんも修学旅行で木刀って買ってましたよね。私も例に漏れず買ってました。その木刀ってまだ残ってないんですかね。お前をしばくのにちょうど良さそうですね。あれはもう捨てちゃってないですけど、ゆかりちゃんが使いたいなら一振り買っていきましょうか。なんか気色悪いんでやっぱいいです。というわけで武家屋敷到着しました。前に温泉娘巡りで来た時はもっと端の雪が道路の迫ってましたけど、だいぶなくなりましたね。ゆかりちゃんの腹周りの脂肪もこんな感じに簡単に溶けてなくなってくれるといいですよね。幼稚園児からおつむの中身が変わってないやつに言われたくないです。あとここから少し行けば東山きりかちゃんのグッズ買えますよ。そんで武家屋敷です。会津の武家屋敷って昔戊辰戦争でほとんど焼失して、昭和50年に復元されたとか書いてましたね。ここで見たいのが川屋と地陣の場ってところが見たかったんですよね。地陣って要するに地界ですからね。その時を再現した両人形があるんですけど、それがかなりリアルにできてるとか書いてたんで気になってました。あと川屋は川屋でちょっと面白い作りになってるとかで見てみたかったんですよね。というわけでチケット買ってきました。大人850円で結構いいお値段でしたね。こういうところって頭の中身が幼稚園児だったら子供料金で入れないんですかね。それが通るならお前は私のペットなんで無料でいいだろう。私がゆかりちゃんのペットだなんて言っちゃっていいんですか。ペットだったら飼い主にどれだけ甘えてもいいんですよね。お前の使い道は何かあった時の非常食です。っていうかこの屋敷って思ったよりでかそうですね。面積が280坪あるとか書いてましたからね。東京ドーム3個分です。そんなにねえよ。ちなみに現代の川屋は全部うんこ座りするタイプのあれでした。こんな便所のシーンいらねえだろ。ここが入り口ですね。表玄関ってところで、当時ここを通れる人って上級武士だけが通れる特別な入り口だったんですね。そんなところを通れるなんてお姫様にでもなった気分ですね。お前がお姫様ってなんだよ。せいぜいそこらあたりでゴミを漁ってた野良犬だろ。っていうかこれを昭和50年に復元したって話ですけど、これ維持するのにもやばいぐらい金かかってそうですね。入場料850円って割と妥当かもですね。簡単に言えば築50年近く経ってますからね。
ゆかりちゃんの年齢と大体同じですね。さすがに入室はご遠慮くださいって書いてますね。そう言われると入ってみたくなっちゃいますよね。まあお前の水虫だらけの足でのそのそ入っていったら一発で畳がダメになりそうですからね。ここが家臣が住んでた家らしいですけど、一部屋しかなかったんですね。今の激安アパートより部屋数で言ったらめっちゃ少ないですよ。お前の犬小屋よりはいいだろ。一応8畳の部屋っぽいですけど、やっぱ昔の1畳って今よりでかいんで部屋は大きく見えますね。ゆかりちゃんと2人でも住めそうな大きさありますね。お前の家は外の犬小屋だって何度も言ってるだろ。まあでもあれですよね、今の機能的な家よりこういうつつましいシンプルな家ってのもいいのかもしれないですね。ゆかりちゃん冬は冬で寒くて嫌だって言って、夏は夏で一日中エアコンつけてるじゃないですか。こういう断熱材皆無の家に住んだらストレスで胃に穴が開くんじゃないですか。お前がいる限り常にストレスにさらされてんだよ。そんでここが一番見たかった知人の場を再現したところですね。これ噂には聞いてましたが、蝋人形がかなりリアルに作られてましたね。手前に札みたいなのが見えますが、これは自害する前に綴った遺書みたいなやつですね。多分レプリカとかではなく本物のやつだと思います。後ろの屏風が逆さまになってますけど、あれは人が死んだ時、普段とは逆のことをやることに由来して逆さに置いてあるそうです。これすごいのが、母親と娘が互いに刀を差し合って自害してるんですよね。一番小さい子で2歳とかだったそうです。真ん中の蝋人形がその子供を抱いてますが、その子供の死に顔がかなりリアルで生々しかったですね。顔を上げてるのは長女で、死にきれなくてうめいてるところを解釈をお願いしてるシーンだそうです。ちなみにその時敵か味方か尋ねたそうですが、敵だっつったらどうしてたんでしょうね。昔の人ならそのまま戦おうとしてそうですよね。この人は16歳だそうですよ。ゆかりちゃんより若いですよ。そう思うと昔の人の覚悟って生半可なものじゃないですよね。ここから屋敷の中ですね。この屋敷の中がマジで広くて、ここだけで40分ぐらいかかりましたよね。しかも今の時点でだいぶ端折ってますからね。中は廊下があって部屋があって、部屋の一つ一つが展示室になってる感じでしたね。これ部屋数が全部で38部屋もあるみたいですが、一つ一つその役割があったんですね。まあパンフレット見たら、この屋敷一つに事務所と家とホテル全部入ってるような感じでしたからね。一つの家ってどんだけ多機能なんだよって思いました。屋敷なんで2階なんてものもありませんからね。ここは槍の間と言って、何かあった時にここから槍を持って出向いたんでしょうね。お前が私の部屋に侵入してきた時、こういうのあると便利そうですよね。部屋の中でこんなリーチ長いもの振り回したら逆に邪魔になりますよ。これ部屋の真ん中の畳だけ変な方向に入ってますけど、これは畳の縁でつまずかないようにするためこうなってるんだとか書いてましたね。ぶっちゃけ畳の縁でそんなつまずくことあるのかって感じしましたよね。昔の畳は精度が悪くてデコボコしてたとか、そういう理由だったんじゃないですか。ちなみに屋敷のマップがこんな感じにありましたけど、マジでゼルデンのダンジョンみたいな見た目になってるんですよね。しかも部屋数も多いんで、結構後半の方のダンジョンですよ。ボス部屋はどこですかね。この部屋一つ一つが展示室みたいになってたんで、マジで時間かかったんですよね。まさかこの屋敷の中だけでカメラのバッテリー丸々1本使い切るとは思いませんでしたからね。ここの部屋がこの屋敷で一番特別な部屋で、殿様が来た時だけに使われるお槍の間っていうところみたいです。奥に誰か座ってますね。これ殿様迎える部屋って割には意外と簡単っていうか普通の部屋って感じですね。私の実家でもなんかこんな感じの部屋ありますよ。犬小屋のくせにこんな部屋あるのかよ。殿様って聞くとバカ殿のイメージがちらつくんで、こういうまともなやつ見てもなんとなく違和感あるんですよね。殿様の名前が松平かたもりって書いてましたけど、実際こんなにイケメンだったんですかね。めちゃくちゃ鼻高くて俳優みたいなイケメンでしたね。というわけで、ここがもう一つの見たかった川屋ですよ。昔の殿様が使ってたお便所ですよ。お便所、ゆかりちゃんお便所ですよ。便所便所、うるせえな便所だから何だってんだよ。このトイレって出すもん出したらどうなるかっていうと、下のところにある砂の入った箱に落ちる仕組みになってるんですってよ。そんでその箱を回収して、物を調べてその時の体調とか見てたらしいです。まあ今みたいな水栓はなかったでしょうしね。ある意味私が使ってるトイレと同じですね。ゆかりちゃんに猫トイレ以外使うなって言われてるので、この見た目なんか親近感あると思いましたよ。ああそういえばお前のトイレもこんな感じでしたね。よかったですね、殿様と同じ見た目で。ゆかりちゃん想像してみてください。ゆかりちゃんが出したうんこを他人がこねくり回して体調を調べるんですよ。変な性癖持ってたら、そのうんことかおしっこ使って何をするんだって言いたいですよね。まさにお前のことじゃねえか。私がトイレ入ってる時、お前が扉に聞き耳立ててるの知ってるからな。ゆかりちゃんの体調管理は私の使命ですから当たり前じゃないですか。この時代にお前いたら絶対何かの犯罪を犯して打ち首になってるだろ。このお屋敷って常に数十人の人が住んでたらしいですけど、朝の忙しい時間とかどうしてたんでしょうね。トイレ一箇所しかないのに一人一人確認なんて絶対無理ですよね。殿様専用のトイレだったんで、他の人は別にあったんじゃないですか。ちなみに実際に決まるところはこんな感じになってました。見た目が完全におまるですね。
便所なのにここもちゃんと畳になってるんですね。おしっこしてる時にちょっと便器からはみ出しちゃったらやばそうですよね。畳におしっこのシミができちゃいますよ。殿様がそのシミできるの気にしてはみ出したら慌てて拭いてる姿想像すると面白いですよね。お前の想像してる殿様って本当に殿様かよ。私の姿を重ねて想像してんじゃねえのかよ。そんなことないですよ。ゆかりちゃんは想像しなくても見せてくれるので想像するまでもないです。見せた記憶ねえのにどこで見てんだよ。隠しカメラでも仕込んでんじゃねえだろうな。いやなんか言えよ。ちなみに最初に見た知人の場は再現されたやつで、間取り的に実際にあった場所はここみたいです。さっきのダンジョンマップで言えばお国の間ってところですね。この左下の解説にも書いてますけど、足手まといにならないために自害するってすごいですね。自害しろランサーとかいうレベルじゃないですよ。私もゆかりちゃんのためなら何でもしますよ。何でもするなら犬小屋から出てこないでください。外から見れる部屋もありましたけど、ゆかりちゃんこの部屋の名前見てください。女中部屋ですってよ。女中部屋、この一部屋に女の子が10人相部屋で生活してたんですよ。こんな狭いところに10人もいて何も起こらないわけがないですよね。すごく妄想がはかどるってもんですよ。お前はこういうの見るとすぐそういう想像しかできねえんだな。というわけで武家屋敷はこんな感じですかね。これ尺が長くなりつつあるんで武家屋敷はここまでですけど、実際動画にしたのって全体の4割ぐらいですかね。半分は間違いなく紹介してないですね。撮影禁止のところもあるんで、マジでじっくり見ようとすると2時間はかかりますからね。今回は時間的に見なかったところとか、雪の影響で通れないところとかあったんで、次回は雪が溶けたらゆっくり見たいですね。ちなみに戻ってたら面白いやつ見つけました。弓道体験ですってよ。4発で200円ならちょっとやってみたいですね。的はもちろんお前な。それってつまり私のハートを射抜きたいってことですか？私はすでにゆかりちゃんにぞっこんですよ。物理的にお前の心臓を打ち抜きたいって言ってんだよ。っていうかお前の場合それでも鬱陶しくすり寄ってきそうで怖いな。私の愛は不滅ですからね。そんでこれどこでやるんですかね？って思いながら周り見てましたけど、これどうやらここらしいですね。それっぽい何かが見えますけど、これどう見ても除雪した雪置き場になってますね。これも雪が溶けるまでダメっぽいですね。ゆかりちゃん残念ですね。お前を打ち抜けなくて残念ですね。そんじゃ次行きますか。お次は昭和懐かし館ってところに行きます。そこって今回ネタ探してた時たまたま Google マップで見つけたんですよね。200円で昔のいろんなやつが見れて、白黒で今のテレビが見れて、おまけに実際に再生できるジュークボックスがあるとか書いてたんですよね。ジュークボックスとか私たちはバックトゥーザフューチャーとアキラでしか見たことないですからね。結構楽しみですってこの時思ってましたよね。そんで到着したんですけど、なんかシャッター閉まってて、ただいま外出中って張り紙してありました。外出中って書いてますけど、これその時貼ってるっていうより年がら年中貼ってるって感じでしたよね。一応10分ぐらい待ってみましたけど、開く気配タイムだったんでこの日は諦めました。これマジで残念でしたね。ぶっちゃけここも武家屋敷と同じぐらい楽しみでしたからね。まあこの後アイス牧場行くんで、そっち行ってからまた戻ってみますか。この感じ戻っても空いてないような気もしますけどね。こんな感じに懐かしいやつがいっぱいあったんでしょうけど、まあ次回ですね。この中で皆さん何か知ってるやつってありますか？私はさすがに昭和生まれではないんで知ってるやつはないですね。ゆかりちゃん昭和生まれじゃないんですか？お前何がそんなにびっくりなんだよ。というわけで気を取り直して、次はアイス牧場ってところ行きましょうね。さっきの懐かし感はほんと残念でしたね。あそこ一応出かける前に定休日調べたんですけど、定休みたいな感じなんですかね。あとこの辺って地味に街並みが大正ロマンみたいな雰囲気でいいですね。こういうところブラブラ歩くだけでも楽しいんですよね。大正ロマンと言ったらやっぱりハイカラさんですよね。私は袴姿のゆかりちゃんが見れれば満足です。そういえば銀山温泉でそんな貸し衣装の店ありましたね。ちょっと気になる看板見えてきました。会津若松なんとか自転車道線ってのがこの近くにあるみたいですね。調べたら会津若松から喜多方行くまでの自転車道で全長50キロぐらいあるみたいです。獲得標高が80メートルしかないんで、のんびり走るのに良さそうですね。往復で100キロなんで、会津か喜多方住んでる人ならここ往復するだけでいい運動になりそうですね。そんで到着しました。これなんで今回このアイス牧場来たかっていうと、前にたまたま会津のべこの土ってやつ買ったらめちゃくちゃ美味しかったんですよね。あれ半額シール貼られてて、マジでたまたまでしたね。会津だったら近くに直売店あるんじゃねって思って調べたら、福島にアイス牧場ってのがあって、いろんなヨーグルトを売ってるらしいので、ネタついでに行くかって思ってきました。ヨーグルトは自家製のやつを毎日食ってるぐらい好きなんで楽しみなんですよね。私はゆかりちゃんの絞りたての。お前それ以上言ったらマジで縁起きるからな。看板はこんな感じでしたね。時を止まれオープン2001年って書いてましたね。スタープラチナカザワールドですかね。これ結構車止まってて中でみんな食べてましたよね。まあさすがにこの雪の中外でアイス食べようとは思いませんからね。雪の中に突っ立ってるホルスタインも寒そうですね。というわけで入ります。これ一応外にベンチとテーブルあったんで、外で食べようと思えば食べられるんですね。雪をバックにアイス食べるって絵面的に寒いんでパスです。
そんで何を買うかですけど、どれ買いましょうかね。とりあえず見て決めようって思ってましたけど、思ったよりラインナップあったんですよね。目の前に100円に値下げされてるヨーグルトあったんで、これは見た瞬間買おうってなりましたよね。めちゃとくそういうのはすぐに見つけるんだな。あとアイスは買おうって決めてましたけど、ソフトクリーム以外にヨーグルトのカップに入ったフローズン的なやつもありました。モッツァレラチーズなんてのもあって、それも美味しそうだったんですよね。まあチーズはさすがにその場で食べるわけにもいかないんで、そっちは今回は買いませんけどね。ちなみにですけど、私ヨーグルトは好きですけど、牛乳単体は嫌いなんですよね。自家製ヨーグルト作るのに牛乳買うのもいいかなって思いましたけど、ここにある牛乳は低温殺菌の牛乳だけでしたね。低温殺菌だとうまくヨーグルトが固まらないんで、逆にダメなんですよね。え、じゃあ私がこっそり計画してるゆかりちゃんの絞りたての。お前それ以上言ったらマジでタタじゃ済まねえぞ。というわけでこの辺のを買いました。飲むヨーグルト2つと食べるヨーグルトとソフトクリームです。これソフトクリームもいろいろありましたね。モナカアイスみたいなのも美味しそうでしたね。雪を背景にせっかく椅子とテーブルがあるんで、やっぱり外で食べることにしました。やっぱり外で食ってんじゃねえかよ。この雪景色の中アイス食う絵面ってやばいだろ。これ味の方はかなり濃厚でしたね。味が濃いっていうより脂肪分が多くてこってりでしたね。甘さは思ったよりあっさりで、こういうのがいいんですよね。あと滑らかさがすごかったですね。一切泡の気泡を感じないっていうか、異物感なくて、これは一度食べてみるといいと思います。ちなみにヨーグルトの方は同化街で飲んだり食べましたが、そっちも美味しかったです。次回来たらフローズンとかチーズも食べたいですね。アイスの風土と心を表現したアイスだそうです。そういえばここって工場見学もできるみたいでしたね。予約制なんで、それも機会あったら見てみたいですね。そしたら最後に孤独のグルメの聖地のモーギドライブインってところに行って夕食食べて終わりですね。五郎ちゃんはドラマで焼肉定食とオイル焼き食べてましたね。私たちは焼肉定食食べるってすでに決めてました。あと総理パンですね。量がすごいって話だったんで朝食抜いて、さっき食べたアイスとヨーグルトがこの日初めての食事だったんで、めちゃくちゃお腹は空いてます。何度ゆかりちゃんをつまみ食いしそうになったか分かりません。お前普段からちょくちょく触ってくるくせに、今更何言ってんだよ。あ、そういえばさっき言ってた生姜懐かし感ですけど、さっき目の前通ったらやっぱり閉まってました。あれはしょうがないので、次回行くことにします。というわけで到着しました。ここが噂の五郎ちゃんの聖地ですか。モーギドライブインって確かに看板ありますね。デカデカとゾーリパンとも書いてますね。そんじゃ入っていきますか。この入り口まさに孤独のグルメで見たシーンでありましたね。でかいゾーリにゾーリパンって書いてるやつもありましたよね。届いた焼肉定食がこちらです。これサイズ感伝わりますかね。味噌汁とご飯の器の大きさが同じぐらいですからね。どっちも丼サイズで、どんだけ量あるんだよって感じしました。五郎ちゃんはこれプラスでオイル焼きも食ってましたけど、多分私は食べられないですね。毎度よくあんだけの量食べられると思いますよ。というわけで完食しました。これ量多くて、お値段も850円でかなり満足でした。ちょっと気になったので、周りの人はどんだけ残してんだよって感じましたけどね。半分も食わないで残してるような人もいたんで、言えばご飯の量半分とかもできるんで、最初に言えよって思いましたね。ラストにゾーリパン買って終わりです。これちょうどバラ売りが1個だけ残ってたんで、ラッキーでしたね。車の中で食べてみましたけど、味は何でしょうね。駄菓子の串カステラあるじゃないですか。あれに一番近い味でしたね。あれにあんこを少し挟んだような、そんな味でした。懐かしい味でしたね。というわけで今回の動画はここまでです。今回もなんやかんや言いつつ、また福島満喫しましたね。そして今回もこの倉崎ちゃいましたね。まあドライブインで注文してから出てくるまでちょっと待ちましたからね。30分くらい待って、その間にお便所でうんこ出してました。飯食う前にお前そんなクソみたいなことしてたのかよ。うんこだけにクソしてました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。